上野原市中心部周辺の空中写真。1976年撮影。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。上野原市は山梨県最東端に位置する人口約2.2万人の市。群内地方に含まれる。相模川に顕著な歌手団球が発達しており、市街地はその団球上にある。 そのため、段急下にある、中央本線上野原駅から、市街地に行くためには、急坂を登る必要がある。山地下線上野原市では、一部の区域で、住居表示に関する法律に基づく住居表示が、実施されている。海野県目峠上野原市役所秋山、市町郵便番号国道20号沿いの上野原、市街市街局番市立、上野原子も園岩子も園上野原市立、 秋山保育所私立島田幼稚園、上野原幼稚園、上野原狭間幼稚園、上野原駅北福寺県島神社の出しり宿現在の譲り原地区にあたる旧譲り原村は長寿村として知られた。譲り原は第二次世界大戦後の一時期まで山間部の雑穀や菜食中心の自給的な食生活で肉食は少なかった。江戸時代に大館、 中井聖太夫が広めたジャガイモも育て、小粒も甘辛く煮つけた聖太の玉地という郷土料理にして食べてきた。1938年に小森豊助は大表教員後に医師として譲原村に通い村人に長寿者が多いことを発見した。譲原の長寿村は全国的にも注目されたが、その後バス交通の開通により村の食生活は変化し、 健康な70代に対して40代から50代の中高年層では成人病などが増加し、逆さ仏と称された。ありがとうございます。